はい、ではこちら鈴木優さんの何3曲が何かあったらしいんで見ていきます。テレビが規制で面白くなくなったけど、YouTube が規制で緩くいいから、面白いのは昔の話ですかね。そうだね、テレビ規制ね、本当に良くないよね。一部のクレーマーに対してね。まあ昔からありますきたけど。僕がちっちゃいとか生まれてない時代のドリフとかさ。それでも苦情がね、子供に見せたくない番組とかね、ありましたけどね。まあ結局一部のクレーマー、それがね、何十パー、50パーとか近かったらわかるけど、苦情言ってるのが10パーとかはね、それも人気の証なんでね、あんまりね、聞かずに貫いてほしいっすよね。まあ何でもそうだけど、飲食店とかも何でもそうだけど、一部のクレーマーのせいで変わっちゃうって、まあ本当ね、メディアも良くないっすよね。まあそもそもで言い出したら、そもそもテレビ自体がね、人によっては国民をただ洗脳する道具って言ってる人も多いから、まあテレビ自体どうなんだってなるけども。まあ。はい。大輔さんも言って鈴木拓を作る。確かにあるかもしれないですね。トリプル鈴木拓とかね、あるかもしれないですね。鈴木有機物。有機物。はい。じゃあ、見ていきます。何三曲親でドラが三層。何三曲点数。めっちゃ接戦だな。めっちゃ接戦だから普通に行くだけか。はい、イーソー切る。こんなんないのかな。なんもない。パーピンしかない。なんもないわ。もう9万。ああ、テンパイチャンス、リャンピンか。リャンピン9万か。3ピンの化けも悪くないんだ。まあ、リャンピンか9万切る。まあね、ちょっとテンパイチャンス落ちるけど、まあ、リーのみになっちゃうんで、キューブね。リャンピン切る。リャンピン切る人がいてもいいと思います。全然いいと思います。ローピン、サブローピン少なっちゃったな。ああ、パワー2枚切れか。サブローピン薄いからリャンピンって言おうとしたけど、パーマンも薄くなっちゃってんだ。ほんで、これどうなるんだ、これ。赤いピン引いた。もうこれリャンピン切る。どうなるの？テンパった。スーピンウーピン。リーチで。なんもない。親でしょ。親で接戦ね。あ、下茶が怖いってことか。ああ、テンパ外したんだ。下茶がマンズの方にテンパイっていうか溢れてるから、テンパ外したってことね。点数状況がめちゃ接戦だから、もうメンタンドラでいいんちゃう？かな。もうここは博打でいいちゅうて。ただね、ちょっとマンズの変化も多すぎるんで、まあまあ、スーピン来たってことね。わかりました。で、リーチ受けちゃった。パーソは切るんだ。まあ、パーソは切るか。チュン切った。ああ、普通にションパイのチュン切って振ったんだ。ダメやろ。こんなもん。こんなんで振るんだったらリーチ強いよ。何しよう、これ。チュンが1枚切れとかだったらしょうがないけど、いや、しょうがないというか、このチュン切り、ここの場面だけ見て、チュン切りどうですかって言われたら、まあ、ナンさんの親だし、積もられたら漏らすまで見えちゃうからって言うけど、そもそもなんで測量ってないんだよ。こんなチュンでぶち込むんだったら、リーチしかねえだろうな。それに尽きる。だから、チモチャに放獣する牌とか、普通に、だから、この場面だけ見たらいいって。そんな別に悪くない。この場面だけ見たら、そもそもがスーピン切って、テンパイ崩してるのがダメだ。その手組みで言ったらもう、ウーピン切るか。だからもう即リード、ここでチュンで打つってなんで即リードなの？別にリャンウーマン打って、リャンウーマン切って振ってもいいよ。同じや。まあ、変化があるってことか。こっちだとね、マンズを使い切った変化があるから、そういう話じゃないのか。判断だけお願いします。ここのチュン切りの判断、別にいいよ。別に何ら問題ない。この場面のチュン切り、何ら問題ない。別に自分も上がりたいし、打点高いし。2-5どっち切る？
まあ一応5切るのが普通だな。ションパイじゃないし。まあそういうことか。ごめんごめん。ちょっと待ってね。もう一回考えるわ。マンズが形が強すぎるから、でもピンズの馬強がいいんだよな、これな。どうなんだろう。スーピンユーピー3枚待ち。スーピン来てもどうにでもなる。で、マンズで両面もある。サブロビン引いても両、ん?リアンパーマじゃないよ。サブロ、ん?合ってるか。うん。サブロビーでもリアンパーマになるか。まあだから、そうか。まあそんなおかしくはないのか、全部。まあ、博打でリーチ打っちゃう。うわ、確かにそうか。だから、一貫性がないとまで言えないな、これな。うん、そうだな。一貫性がないと言えないわ。リアンマンの方がいいかな。むずいね。うん、そうだな。確かに。マンズが形が良すぎるな。本当だな。ただ単純になんか、孤立で浮いたマンズを止めたってなったら、使えそうもない。変だけど、まあ、どうにでも使えるから、スーピーマンは悪くはないか。悪くない。うん。で、チューンの方順も悪くない。了解。で、次も、ちょっと待って。トンパツの大井さんのリーチハンだ。トンパツの大井さん見てほしいです。わかりました。はい、じゃあ次、トンパツの大井さん見ます。はい、トンパツ大井さん見ます。はい、9番切る。はい、手はいいね。3ピン、9ピン切る。うん、いいね。んで?さ、3ピン?まあ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 、ドラがウーマンだからってことね。まあ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 、ドラを使いたい。まあ、俺は来たことないけど。最後まで見たい。最強の引き見していく。ダママンか。確かにダマならめっちゃ出そうか。まあ、そりゃリーチしたいかな、トンパツならな。まだ早いもんな。あと4巡ぐらい遅いと、ダマ寄りだけど、まあ、リーチしたいよな。もうパースを積もりに行って。積もった瞬間6000オール。うん。そりゃそうしたよな。そういうことね。まあ。そうそう。まあ、パーソーがめっちゃ出るから、まあ、上がり率は当然こっちの方が高いし。パーソーも、全山ね。そんな感じか。結果だよ、みたい。あ、結果まで見る。うん。スモビリースとかするってことか。ああ、はい。ああ、対面の潰してたんね。大井さんがリーチしてると、まあこれはでも現物か。まあ結果変わってるか変わってないか分かんないけど、まあ何か変わったかもってこと?パッと待ちながらもらう。うん。パワー強いね。うん。これ言うの仕掛けが良かった。多分他の意味がないってない。あ、本当。鈴木優さんは、ああ、でもいいか分からんけど。別に泣きが有利だと思わんけど。リーチチュンドライチ確定でしょ?9ピンは2枚切れ。9ピンが3枚切れとかだったら泣きたいか ?2 枚切れか。うん。まあ。分からん。泣いてもいいんちゃう。別に何とも思う。うん。サブローピンね。ああ、3ピンも3枚目。何とも思う。うん。いいんちゃう。これダマなん?リーチじゃん?もう終わった、その話。おっせえよ。散々言ったやん。俺はリーチしたいなって。トイレでも行っとったか。鬼コーチみたいです。シーピンゲル。うん。まあ確かに、亀仙ダマで入ってたら余計。うん、そうだ。まあ確かに。そんな感じか、大井さんね。まあだから、早いよな。まあ。まあ、
わからんね。だから M リーグのダママンとかもサンプルとしては結構何百試合？1000試合以上とあんの？ここまでで多分1000試合以上とかあるとしたら、誰かが一応まあ1000じゃ少ないけど、まあ一応それでも出したらおもろいよね。こういう、だから先制の天敗で、明らかに出やすいみたいなのを黙った方が本当に M リーグでもプラスだったのかっていうのが、それは分かんないから、普通の感覚でやっぱりリーチしたいってなるよね。トーン1で半チャンでトップ取り。3万7000だと今の M がトップ打点確定いかないじゃん。ローマ行くかどうかって何？ローマ？ああ、ここで大井さんがリーチってきたら、一発目、ここなんだ。ああ、確かに、結果論としても、俺なんかもうその後3ピンを仕掛けたと思った。違うんだ、この後か。ここか。一発目3ピンだと思ってたわ。こっちか、一発目。確かに止めてんじゃないですか。いかないでしょ、M リーが。おやりに対して。何かで回る。どうなってんだろう、俺。完全インシャンって。そう、これがあるからね。これだなって3層引いたら曲げる？3面に変わったら？ 3 面ちゃん変わったら曲げたいかな。ここで鈴木優さんどうすんだろう？チューン暗コートするか。チューン暗コートしか。3万切る、ローマン切るか。確かに何か変わってそうですね。M リーガーが親リーに一発でさ、ローマン切るイメージはない。出やすいイコール山にあるは違うんですか？でも自分で考えろ。わかるよ。一発目にローマ行かないんちゃう？ショートのコメント欄で本編はこちらで一緒くらいね。それなんか YouTube の仕様じゃないですか？なんか俺も他のショート動画見てて押せなかったっすよ。もしやり方あったら教えてほしい。なんか YouTube の仕様が変わったんかね。俺もそれ思ってた、他の動画見て。だから、俺の動画もできないんじゃね？って思って。前までできてたのが、コメント欄のリンクを踏めなくなったんじゃないですか。多分。コマンドもかなりリスニング担当も。そう。らしいね。りょうさんありがとうございます。もしなんか僕の動画でそういう不備っていうか、何か不具合、不自由な点があったら、ぜひ言ってください。じゃあそんな感じか。鈴木優さんね。そうだね。すべてが結果論といえば結果論なんだけど、こういうのが一番しょうもないから、やっぱりリーチしちゃうといいよね。リーチしちゃうと相手もリスク背負ってるから、リーチした相手にローマンぶっ通されて、サブローピンチーされて上がられても、別に1万8000の抽選受けてるからいいんだけど、ダマだと、なんか相手からするとなんかノーリスクな感覚で、普通にフラットに仕掛けられて、普通にはい、かわしてみたいな。寒いよな。そこら辺は性格というか、馬強にもよるんで、考えてください、自分で。この時点で見る気がしてた。そんな感じでした。ありがとうございます。大井さんと、鈴木優さんのなんか、チュンで振ったやつ見ていきました。ありがとうございます。